1977年の三河田口駅跡と、その周囲。赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の配線跡。画像右側が、田口の芝市。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三河田口駅は、かつて、愛知県北下良郡下良町田口にあった、豊橋鉄道。 田口線の駅。豊橋鉄道、田口線の終着駅で、1961年度までは、森林鉄道団富山線が当駅を起点として運行されていた。田口鉄道により1932年に開業。1956年に豊橋鉄道の駅となるが、1965年水害により営業を休止となり、 再開されることなく路線の廃線に伴い廃止された。北下良郡、田口町にあった駅の一つ。三河田口駅が置かれた田口町は、豊橋と長野県の飯田を結ぶ稲街道の宿場町として栄えた地域である。明治になって、稲街道沿いに、現在の JR 飯田線にあたる鉄道が開通するが、豊橋駅から、 大会駅までであり、北下良郡内には達していなかった。対象に入ると、田口町には、鉄道よりも先に、バスが進出し、まず1919 19年に、鉄道の終端大会から田口へ至るバスが東3、自動車運輸により運転を開始、続いて1925年には田口より、東鴨郡稲部町へ至るバスがを3自動車によって、 運転を開始した鉄道のなかった田口町まで鉄道を敷設すべく、1927年に設立されたのが田口鉄道である。1929年に現在の飯田線に接続する本流市の駅から三河海老駅までの区間がまず開通。翌1930年には田口町内の清崎駅まで延伸してきた。しかし、 終点の三河田口駅の設置場所をめぐり問題が発生した。設立当時の田口鉄道は、区内省が筆頭株主であった。豊川の上流団富山一帯には五両輪があり、三輪経営と五両木材の搬出に便宜を供するという条件で、区内省は田口鉄道への出資を引き受けていた。 この区内省の希望と地元の希望が衝突し、終点の設置場所の選定に時間を要したのである。地元の希望は、田口の市街地への駅設置であった。この場合、清崎から田口市街地までの4 5トルで、高低差約2 0 0ルの勾配を上る必要があった。急勾配を回避するために迂回して、路線の距離を伸ばす方法もあったが、 多額の資金が必要で不可能であった。一方の宮内省は、ンと山から木材を搬出する森林鉄道の接続を重視しており、田口の町へ終点を置くと清崎まで森林鉄道を延長する必要があるため、豊川沿いへの駅設置を主張していた。 清崎延伸から2年が経過した1932年12月22日、三河田口駅は開業し、田口鉄道は全通した。右洋曲折を経て駅が設置されたのは、豊川沿いの田尻であった。道地は、森林鉄道の貯木場を設置するのに適した場所であった一方で、市街地から2 1トルの距離があり、その間には、 約150メートルの標高差が存在した。断固五両輪からの木材輸送については、駅の開業後二つの森林鉄道が付設された。まず1934年度に、沢良尾線、続いて1940年度に、元谷線が開通した。この森林鉄道は、軽便鉄道であり、田口鉄道とは、期間が異なるため、駅には、貯木場が設置され、ここで、 森林鉄道経由で搬出された木材を田口鉄道の貨車に積み替えていた。これらの森林鉄道は戦後道路の整備と森林資源の枯渇により元や線が1960年度、沢良尾線が1961年度に廃止されて消滅した。この他の貨物輸送については 戦後の1940年代後半から1950年代前半にかけて、次ぐ金山の鉱石、断固鉱山のガンも扱っていた。駅から離れた田口の市街地へは、当初は東山自動車運輸が連絡バスを運行した。1939年11月21日より、この連絡バス路線を田口鉄道が譲り受け、直営としている。しかし、 太平洋戦争下のガソリン不足深刻化に伴い1944年下半期に運行を中止、同年11月13日に正式に休止した。戦後の1949年1月、駅から市街地までのバスは運転を再開した。ただし、田口鉄道直営ではなくお三自動車の流れを組む名古屋鉄道による運行で、1日3往復のみ、 田口町を越えて稲部までの路線であった。その後、東山自動車運輸の流れを組む豊橋鉄道により、駅と市街地を結ぶ連絡バスが、電車の発着時間に合わせて運行されるようになった。その豊橋鉄道は1956年10月1日、田口鉄道を合併した。これにより、三河田口駅は、豊橋鉄道、田口線の駅となっている。 それから8年後の1964年、豊橋鉄道は赤字の拡大を理由に、田口線の廃止を決定、沿線自治体などとの協議を開始した。その最中の1965年9月17日から翌18日にかけて襲った台風で被災し、清崎、三河田口間が普通、バス代行となってしまう。同区間は復旧することなく、 1966年10月1日以降三河田口駅は休止となり再開されないまま田口線全線廃止により1968年9月1日付で廃止された田口線が廃止された1968年9月1日から豊橋鉄道により田口線が結んだ本流しのと田口の間でバスの運行が開始された当時は本流しの 田口間の系統のほか本流し野から先豊橋へと直通する系統も存在した。2012年現在では、本流し野と田口の間は、豊橋鉄道系列の豊鉄バスが運行する田口、新城線が結んでいる。道路線の終点である、田口バス停は、駅があった場所よりも東、国道257号上に置かれている。 ホームは一面に一線だが末端に木回し線があり、本流しの方に貨物側線もあった。事人駅であり、1956年の時点で駅長を含めて8人配置されていた。1957年度の乗車人員は16万5千人で、そのうち約3割に当たる5万5千人が定期乗車券での利用客であった。これは、 田口線全11駅では本流しの駅、蓬来寺駅に次いで3番が目に多い。同年度における貨物取扱量については、発送が5734トン、到着が2730トンであった。田口線の貨物取扱駅7駅の中で、取扱量は本流しの駅、黒前駅に次いで3番が目に多い。駅跡は、広い空き地となった。 駅舎は廃止後も解体されなかったものの、2007年時点では倒壊しかかった状態であった。この旧駅舎建物は2011年8月21日の深夜に倒壊した。なお倒壊した駅舎は簡単な片付けが行われたのみで、現在もわずかだが駅跡に廃材が放置されている。 駅跡周辺で行われている、シタラダム建設工事の一環で、工事車両や資材運搬車両の通行のための道路、拡幅工事に伴い、2017年に、駅跡地は駐車場や、資材置き場用に雑草を刈り取って整地された。ダム完成によりこの付近は水没する予定である。ありがとうございます。